い、どうも BGM ゆと申します。本日は Steam で購入しましたファーゼストフロンティアというゲームをプレイしていきたいと思います。コメントで SIM 系のゲームをやってほしい、 SIM シティ系のゲームをやってほしいというリクエストをいただきましたので、プレイしてみることにしました。こちらまたアーリーアクセス版で、ストーリーとかがなく、ただひたすら街を作っていくという感じでございます。このように中世の街が舞台でございます。先ほど一度操作性を確かめるためにプレイをしてみましたが、なんとなく分かってきたので動画にしてお送りしようと思います。で、これおそらく難易度プラスプラスとか赤プラス、こっちだとね、回収資源が多分普通デフォルトで敵対勢力がプラスプラスになるとか、これだと回収の資源がすごく多くて、敵対勢力とかはデフォルトみたいな感じかな。名前がクロームブリッジ、やだ、 BJ タウン、タウン、よいしょ、 BJ タウン、死刑、のどかな渓谷、こうやって細かくも設定できます。よいしょ、口持つんだね。はいね、さっきやってみたと言ってもまだ全然覚えてません。それではプレイしていきたいと思います。Life can be harsh everywhere, but in the old world there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starveAnd if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave, that we'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland.The journey wasn't easy. We lost many along the way. But this wild, unsettled land offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny. シリアスというか硬派のお話ですね。まさに中世の時代をよく表しているオープニングだと思います。さあ、住民が探索した土地を調査し、町の中心となる中央集会所を作る、集落を繁栄させるために必要な資源にほど近い場所を選択する。 OK、ここはどんな感じだ。おう、お、渓谷、おー、山ー、なるほど、水場がない、水場がない、水場がないぞ。川とか湖とか、この資源があるところ、ここら辺にそれに対応した建物を建てるといいんですよね。どうしよう。とりあえず、ここら辺を、ここら辺とかな、差し出しとかいっぱいあるしな。差し出しってところでなんだ。ここをなんか畑にしたい。収集？収集できる。
じゃあ端の方だもん、真ん中の方がね、いろんなところに行けるだろうから、人はここら辺にいる、ここら辺かな、ここら辺にとりあえず集会所作ろうか。うん、いや、こっちの、うん、まだ再発じゃないな。あ、このなんかポコッとなってるのがちょっと気になるんだが、なるだが、ここらに作ろう。ほい、 WASD で移動できます。このここに書いてあります。はい、じゃあ中央集会所ここに設置します。はい、いいのか、なんか言ってくれ。で、まず薪とかがない、なので、あ、自分で取ってる、取ってる、収集、これ作るのに邪魔だから集めてくれてるんだね。収集、これ収集、収集してるとこの木とかもなくなります。収集、これは住居、住居、住居と薪、これ、うん、収集、ここら辺をとりあえずきれいにしよう。収集、薪を作る、収集、これは取れない、とりあえずじゃあ薪小屋、リソース、薪割りは移動ないとダメだろう。よいしょ、薪割り場はここ、トンで、井戸も作ろう。井戸、井戸がないと、広場、ここ広場にするから、うん、ここだな、トン、はい、石もない、石、ここに書いてあります。上の方にある、これが今ある資源、うん、何これ、住民は不満を抱えてる。あー、みんな不満を抱えながらも頑張って働いてくれてるのか。お、切れた切れた、薪が減っている。差し出しが取れるんだけど、まあ致し方なし。ほい、薪が減ってる、急いでみんな作るんだ。よいしょ、これはこれは、ふう、これはこれもこれも、はい、ここに集会を作りの石足りねえって言ってるの。あ、猛獣、どこ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 、うわー、どこ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 、クマー、クマー、クマだ、クマ、クマいる、クマいる、猛獣やった、猛獣やったっぽい、猛獣やったっぽいけど住人が怪我した。うわー、ちょっと狩猟小屋をちょっと安全のためにこっち側に作ろう。安全のためというか、食料確保のためというか、資料小屋、ほら、こっちの方一気にも開発しちゃうだろうからな。ここ畑、何これ、ちょっとヒットポイントが減ってるように見えるんだけど、いや、死ぬ、死んでしまう。あー、なくなってしまった。悲しい。そして警報、警報がいっぱい出る。うわー、
地域が好きだ。はあ、さっきそんなことなかったのに、おかしいな。狩猟もな。というか、いきなり猛獣出るとかってさ、私、モード間違えた？とりあえず、そうそうそう、狩猟もや。狩猟もやのカバー範囲がさ、野菜とかいっぱいあるかな。高台に資料もや、はい、一個。もう一つ、こっちの方にも資料もや、はい。資料もやで、あ、まあそんなことより住居を作れと言われておる。その通り。ここら辺にじゃあまず一家、二家。三家、ちょっとな、うん、四家、とりあえず四家でいい？材木足りねえ、収集、お、収集。収集、もう収集しよう、これも収集しよう、これも収集、あ、もうターゲットになってる、収集、収集、収集、住人いきなり死んでしまった、どうしよう。なんか一応ね、これそれぞれ住人名前もちゃんとついてるんですよ。キャミーさん、住居数4、住人の数9割は狩人2人、あ、はあ、住居が全然不足している。まだ1個しかできてないからね。そう、それより財マルタ、マルタ、とりあえずみんな頑張ってマルタ集めて、マルタが全ての基本だよ。そう、マルタが基本だよ、本当にこのゲーム。あー、埋葬埋葬、では埋葬します。埋葬埋葬埋葬、お墓、お墓どこに作ろう。なんか静かな場所がいいよね。高台に狩猟小屋の近くっていうのもあれだよな。この畑がここにできる予定だから、この辺に、はい、ここら辺にお墓作ろう。はい、うん、お家が足りない、それより材木、材木、材木ではなく丸太か、丸太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 、これ丸太にするの、丸太、とにかく、とにかく、なかなかね、これクリックがうまくいかないんですよ。シフトでこうやってできないの？できないのか。ごめんね、無言になっちゃってなんかね、ほんとね、おー、もうこれうまく影できないんですよ。
丸太がないんだよ。みんな全力で丸太しろ。墓はどうなる。地帯は亡くなった住民何さんかは出ないんだ。あ、出るロラーナ32歳、4ヶ月分の食料と6軒の住居。ちょっと待ってね、ここら辺に収集小屋作ろう。収集小屋っていうのがあるんですよ。収集小屋と、そう、10分とかに設定した時間にオートセーブ入ります。で、ここら辺だな。はい、トン。あー、ここに鹿がいっぱいいるじゃん。狩猟はこっちだったな。あー、それ鳥の巣。ここら辺に無収集小屋作るか。では収集小屋、そっちのは取る。こっちは、これも範囲に入るように、両方範囲に入るところはこれかな。こっち、ここに作ろう。ドン。これな。じゃあ収集小屋、収集小屋も高台に作ろうか。はい、収集小屋。はい、OK。収集するの大事だからね。皆さんも、エッチなトーマとか、収集なさってるでしょうし、その収集の大事さ、よく分かっていらっしゃると思います。で、畑。畑はここら辺に作るって私、さっき言ってた。ここら辺切り開こう。またこっからだ。こっから、はい、向こうの場所です。フィールドサイズを超えています。そっか、縦には伸ばせるが横にはそんなにいってない。はい、お墓を出ると、よいしょ、お墓を出ると畑がございます。障害物いっぱいあるからな。でもそれ全部丸太になるから、さあ皆さんの働きを見てみましょう。そんかそん、だいカツカツしてる人。はい、うわ、バリヌさん。こちらのお顔で21歳。バリヌさん、おつびてる。お、新しい住人が来た。増えた。足りたくねえか。水が足りない。井戸。あれ、食料生産。リソース、そう。井戸。じゃあ、こっち側に、井戸。二つ目の井戸。はい。これで、ここ回復する。そう、住居が足りないな。住居。え、快適度がマイナス1になってる。ほいっと。あー、ずれてる。ずれてる。まあ。村っぽい。逆に村っぽい。うん。OK だろ。うん。すべて OK だ。はい。収穫できるんじゃねえか、こっちの差し出しも。差し出し。はい。収穫。差し出しって、バラの低木。ベリー、赤いベリー。
最後に残された食料大事。これは保存食になるってことだね。食者にとっては大事です。差し出しを収穫しましょう。こちらも、もう全部の差し出しを生きていくために、生きていくためにまず差し出し、差しる、まず差しろ。こんなに遠いと大変か。だいたい差したね。差したかな。この卵とかがね、多分自力ではできないんで、収集小屋で頑張っていただく。OK。で、保存しておくところ、保管、資材置き場。そうそう、これがないといかんのだ。これないといかんかった。はい。ここに資材置き場作ります。これ、邪魔だな、でっかいの。まあ、まあ仕方ないな。ここで資材置き場作りの食料保管庫的なものもあるんだよな。釣り小屋って言ってもないんだよ。燻製、どこで燻製するか。保存食にしなくちゃいけないからね。じゃあここら辺、はい、燻製小屋。おう、備蓄が減ってきた。あ、差し出し、ターゲットまだしてる。うわ、うわ、ちょっともう一回、いや、解除しよう。いや、こっちを解除すんの。あ、これは解除しない。で、これを解除。ふう、丸太。資材置き場を。冬来た。冬来てしまった。肉がない。食料がない。スイカも、もう、ああ、違う、やっぱり作ればよかったな。ここに鹿がいるから。飼料小屋、はい、飼料小屋。あっちの方がもう行けないのかな。あっちの方もあったよね。山も半分消えちゃった。鉱石とかここにいっぱいあるんだよな。冬、住居足りてるかな。もう一個ぐらい住居作っとく。新しい人が来た時。ここら辺を、よいしょ、お風呂ドン。鹿いっぱいいる、狩り殺せ。これ優先、はい、食料のために優先。ふう、そう、丸太休んでる暇ございません。丸太を集めないと。猛獣、うわー、もうやった。誰も怪我してない。OK。猛獣怖い。あ、オートセーブ入った。くる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 。お、みんなで農作業始めた。ようやく農作業ができるようになったぞ。人が増えてほしいな。多分手が回ってないんだよね。お、行ってる。あ、採集してる。
資料もや、資料もやね、ここ。オッケー。逃げちゃった。お前、バレだぞ。あー、でも撃ってる。はい、ドン。はい、ドン。あー、やった。ナイス。ナイスナイス、ハンター。お、暗くなった。そっか。あ、雨降ってきたぞー、みんな。こっち。幸いにもまだ一つ。よかったー。よくないよ。一つも欲しくないよ。もう銃が結構ここ出るなー。よいしょ。食料保管庫も作った方がいいだろうなこれに食料保管庫作るか。作ってない。畑作った。あ、保管か。地下貯蔵、貯蔵像。腐敗の進行を提言。大規模。これをとりあえず、ここに。傾斜が急すぎます。ここに。ちょっと待って。大丈夫？うん、あ、なんかお前サボってるぞ。違うのか？サボってるぞ。サボってるように見たぞ私には。この木まだまだ。みんな急いでこれ。ずっとこのままだよ。シュシュ。ちゃんと優先してやってくれる。えらい。なんてえらいんだ。14個しかないな。でも200、でもこれ取り外すとすごくいいよね。ここら辺ちょっとすっきりさせるとね、すごくいいかもしれない。ふいボトン。ボトン？ボトンなんていう音を立てるのか。木が倒れるときに。木がない。よいしょ。これもターゲットにしてある。スタール。手が回ってなーい。ちょっと待ってよ。最終人が一人しか配置されてない。あ、6人来た。うん、受け入れる。今人がいないから。はい、3人。市場。賑やかな市場は金を生み出し成長し続ける町に新たな入植者を引き寄せるのに役に立ちます。市場は住居を基盤とし、そうかい。ちょっと住居を拡張しよう。住居足りてる？快適度、快適度。ここら辺広がった。ドン。ドン。三つぐらい一気にドーン。はい。くぅ、またかよ。またかよー。どこ。こっちか。危ない。大丈夫。怪我してた。これねー。もう銃どうすればいいんだ？猛獣はどうすれば排除できるんだ？マルタ57ある。マキも余裕ある。
木の板、木の板がない。この200、あ、差し差し、はい。お、これは畑に作物を植えられます。まず基本となる小麦をトンと作る。あとは人参、あと豆、豆作ってエンドウ豆、そしてキャベツ、キャベツは無理、カブ、カブ、カブも無理、人参、人参も無理。これあれあれ、他には作れないの。これどうすればよくなるの。これ自分でプラス10、おお、だからプラス10、こう砂60、あと粘土、粘土をするとどうするの？マイナスになるな。はい、これで OK かな。あー、この人参とかによって変わるんだ。うん、お、新しい住人が生まれた。おや、行っちゃい。何？バーバラ。じゃ、バーバラじゃねえ、S らな。バーバラってどこから来た？ユーリア、24歳。イマーラ、17歳。エフリー、49歳。こう、未亡人かなんかかな？ベリー、なんでお前？かやっぱ地下貯蔵ども、貯蔵所、貯蔵所、貯蔵庫を作ろう。はい、裏に地下作ります。ピトン、ちょっとね、お尻痛いずっと座ってるからお尻痛い。あとここら辺にも畑を作ろうか。いや、市場だな、市場だ。畑だとどうしよう、こんなとこにお墓作っちゃったからさこれ撤去できるの？撤去できないの？かつうわぁ、ミスったミスったな。野生生物、こういうのどうすればいいの？チュートリアル仕事してよチュートリアル。こっち市場とかを広げたいんだ。うむ、みんな働いておるか。 DJ タウンをちゃんとタウンにしようぜ。かなりスッキリはしてきたよね。うっ、よし、シュパッした。今シュパッした。3年目、早くも3年目。あ、おみやした。おみやした。セルトリアス。デイジー。いい。もっと家欲しい？もっと家欲しいなら作るよ。マルタ余ってるし。間違えた間違えた。住居。え、なんか、見れるのそういえばあったんだよな。幸福度、
食料を 100% あなたの住民は食料供給状態に満足しています。 100% 健康度。靴、一部は靴は入ってません。衣服、そうか、それはな、かわいそうだ。そういう人としての最低限のサービスは、これ保管、木なんて読むんだろう。資源生産、資源生産なんかねえじゃねえか。リソースかな。あ、これだ。木、どうしよう、どこに置こう。この脇あたりに作ろうか。ついでにこの木もなんとかしてください。みんなで優先、あ、優先になってる。野生生物、これは採集小屋、狩猟小屋も必要。川なめし、これも作ろう。服とかになるのかな。ここで川をなめそう。工業地帯、こっちは。はい、工業地帯。どうしようなこいつら。こいつらすげえ。もう絶対にここに資料小屋作らんと。はい、これをがっつりガードする。1、はい、ドン、優先。こいつらもう大量にわら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 っているから食べられちゃったよ、貴重な食料。よいしょ、わら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 食べてるからな。わらわらしおっとる。こいつらわ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 らしてるだよ。うわ、すごい量食べられてる。死体生きとるけどな。すげえ、ああ、撃ってる。クロスファイヤー、ファイヤー、おーしょしょしょ。まあ、野菜食われても、代わりに肉が手に入る。畑をもう少し広げたい。みんな、ここで、ここはいい感じの、熱波風が弱まり。水ある。水。集められたひとまとまりの水です。あ、これでみんな持っていくんだね。オッケー。ナイス。熱波。アップグレードできないの。水道に。本当に水道って便利だよね。素晴らしい。リソース、靴や、あ、ここに、これ回転できないのかな。対象回転できるじゃん。でセーブが入る。ここに靴屋さんを、まず第一商業都市、商業施設、靴屋さん、ドーン。でこれは邪魔、優先。 OK、 優先なってる。ほいほいほい、ドーン、ナイス。まず靴屋を作った。靴屋と、で衣服もないって言ったよね。これか、多分川なめしでいけるのかな。あ、ほら、ほらおうほらで、矢も作ろう。そう、ハンターたちの本数を上げよう。ちょっと見えない。そう、一人取れれば OK。
パンジーの小屋みたいな感じになるから、はい、商業施設こう広場みんなの憩いの場、う、板がない、これどうやって作る？板屋さんはなんかないの？これだ、これだ、木あら、あらびき、きびき、きびき城、きびき城、きびき城どこ？どこに作ったよね、私。これだ、きびき城、うん、じゃあま、きびき城、うん、リフリーが頑張ってる、今あらも頑張ってる。人が足りないってことか。いや違う、スロット向こう。ああ、もういっぱいなんだ。OA にも人回してない、建設者ちょっともしかしてあんまり作りすぎて人が足りないとか。では住むところを作ってより多くの人を勧誘しましょう。来いよみんな、来いよ。そうこうこう、みんなこっち向きだからな。私が回転させることを知らなかったために。よし。お、はい。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 こだな。はい。ドン。そして、一つ開けて、と、と、と、ドン。はい。ここを二つ作る。いっぱい、うち食料余ってるから大丈夫。余裕あるから。みんな、お腹減らないよ。ビールとか、娯楽とか、まだ心配してない。結構いい感じでできてるんじゃないか。今40周年。あ、二人来た、二人来た。新しい住民が生まれて、うん。ハワーク。ハワークとトルモーン。で、新しい住人は、お、イケメン。ホークレン。ナーナ。24歳。女子。23歳男子。お前らできてやがるな。大体私にはお見通しだ。スイカ枠。スイカしよう。ん？違うのか。そうやって追加できるわけじゃないんだ。これアップグレードするとっていうことか。ティアを上げなくちゃいけない。ティアを。トゥルーン、トゥルーン。そう、市場がないんだ。で、板がないんだ。板がないと市場もない。市場、あ、そうだ、市場。市場が、あ、これが、これ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 。町の中央に。みんな、お待ちかねの市場だよ。こうかな。はい、ドーン。最優先。木がない、木がない、木がない。ここら辺、うー、ここら辺の木、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 どれ、これは違うの？木じゃないの？じゃあ、これこれこれ木でしょ、これ木でしょ、完全に。はい、これもいいでしょ、これも取ろう、これも。あ、これいいね。大きい。大きい木。もう完全に人間のエゴによって自然が伐採されていく。ふうふう。よいしょ。これは違うの？あ、1。まあ、1はそんなにな。人をさ、まあ、早いんだろうな。多分。おう、5。これだよ。明らかになんかおかしくないか。また生まれたぞ。あれ、こいつ、こいつだよ、違うよ。こいつだよ、これだよ、これ、これをやってるんだよ。あ、でも遠隔機がありません。うん、あっち今作ってる。違うのか。
瞬可愛かったでしょ、うん、可愛かった、そうだ可愛いんだ、問題ない、可愛いので問題ない。おっさんが何を言っとる。自分でちょっとね、さすがに我慢できなくなってしまった。こういうゲームプレイしてると、こうやっておしゃべり、なんだろう、ぐーって考え込みながらやらなくてもいいわけじゃないですか。意識を完全にしゃべりに持ってってるわけではないにもかかわらず、意外としゃべるタイミングがある、ゆえに何を言うかわからない。言っといてなんだが、自分で失笑するという。粘土、これ粘土手に入れたい気もする、そろそろ。昨日言った、うん、みんなあったかい服、うん、作ったからね。よかったよかった。作ってる。検査を優先してます。シッカシッカシコシコ頑張ってくれてる。街灯入ってる。街灯入りました。うん、あ、幸せ、とても幸せ。あら、靴と衣服がちょっと下がった。うーん、まだできてないんだな。これもう太郎たち、もう太郎と、もう次郎、二馬車か。ここに武器、道具、死体、こういうのを配置してるんだね。薬草とかもあるね。ここら辺、なんか邪魔っぽい。これも邪魔っぽいんだけど、ここになんか作ればあれなのか。もう一つこれ作りたいぐらいだな。薪がすごい勢いで、冬だから4年目、明けましておめでとうございます。あ、またおみやした、おみやった、おみやったぞ。ほらに、ほらに、ベルドロン、はい、お、採取してる。野菜も採取してね。卵は、じゃあ粘土だ。こっち、一番もできてる。どこだっけ？村の。99% 生率 85%。すっげえ高え！わあ、これ見てみて、生産量とか。すごい上がってる。消費量よりも生産量の方が多い。こんなに生産したけ。輸入とか、もうみんな、お腹いっぱいだね。あ、でも、タンパク質、ちょっと下がって、穀類、消費量が下がって、生産が全然追いついてない。野菜は十分。うわ、ちょっとね、穀物類、作るところ、穀物畑、作ろう。これを変更できないか。これを変更できない。割り当てと、お、と、お、お、これはもう一度やったら変更できないの。建物の回収違う。そう、これでできるんだ。はい、ドン。はい、ドン。で、小麦入れの、ライブに入れられないの？拡大。うん。間違った。これ拡大って。あ、畑を拡大だ。うん、うん、うん。穀物。こっ
これ何入れた私。小麦入れた。これも小麦。これライ麦。豆。人参。ではここにカブ。はい、カブ。待て。カブ消し。カブ消し。人参。なんか長いし。待て。キャベツが私好き。キャベツ。キャベツって聞いない。キャベツだよね。うん。私好きなんだけども。まあとりあえずは作物が野生生物に食われてる。猛獣ちょっと猛獣あー猛獣どこ、こっちか。猛獣多いな。ほんと猛獣多い。ちょっと猛獣どうするの。チュートリアルでこういう時、猛獣を防ぐためにはこういう施設が必要ですみたいな、そういうのないの。まあ、ただうわ待てよ、飼料小屋、飼料小屋、これとりあえず、はい、はい、ここにも飼料小屋でもたいっぱいあるんだよな。なんか警備、警備系、防衛、敵対的な脅威から周辺地域を守ります。野生生物をどうすればいいんだ。いいの、あのさっきの防衛で、防衛、うわ寄生虫、うわちょっと待って、寄生虫娘がいる。ケイジー、ケイジー寄生虫娘、狼。やっぱこっちの方に一つ作ろう、防衛を。これで役に立つのかわからんが、そう、ここにトーン。待てよ、ここだな。あ、住民回復した。見晴らしのいいとこに。でも畑を守る、畑を守るためにこの小屋の隣にと。畑を守る櫓で、こっちの方でも被害が多いからこっちの方にも作る。なんかいろいろと被害が、狩猟小屋のに隣接する。木が足りない。おい、私が今収集しようとしたらスッて逃げたしよ。違う、これは違う、これは違う、これか、これだ、優先、はい、木優先。株が失われた。株腐敗、なんで腐敗するんだ。やっぱり貯蔵庫が少ないのか。ここに貯蔵庫が密集してるか密集してしまっているんだが、小屋、小屋、地下貯蔵庫、こんな場所にちょっと新しい場所に地下貯蔵庫作る。地下貯蔵庫、これね、村の財産だから。ここだな。と、ここにトン、もう一つここにトン、はい、作る。じゃあこれなくそうこれ変な感じになっちゃってるよね。タンパク質がいっぱいある。今の村の状況とどうやって見るんだっけ。中年3人、成人17、またどこだ今度は。うわ、今度はどこだ。やっぱりここに作っといた方がいいんだよね。大丈夫、あれ
よいしょ。お前ではない。これもうできてるんじゃないの？それでも、守れなかったのか。治療小屋、最新小屋。あれ、村の状況って、これだ。そうそう、中央集会所に見るんだ。作業 51%、 基本需要を阻止、急ごう、戦闘1、猛獣の襲撃とか。作業なし、作業なし多いな。ちょっと作業なしを減らす。はい、作業せよ、作業せよ。これこれって取れないの？取れないってことか。取れないんだな。なんでこれ F?F 押すとなんか、どれだけいい土かということか。いる、熊谷いる。来てる。みんな来てる。みんな来てるよ。逃げて。てか誰もいない。大丈夫。狩猟小屋、ハンター、熊田の。そっち行くか。では、こっち側にも、防衛施設を作ろう。ほら。お、戦ってる。ハンターの方が強い。このハンター小屋の隣には一つ、防衛施設が必要だな。なんとなく。お。はい。アップグレードできる。よし。ついにアップグレード。私の村がアップグレードされた。不衛生な。なんとか置き場。不要度置き場。基本サービス。違うな。気圧癒して、攻撃所、学校。うわあ、雪だー。ネズミ取り。違う。あれだろうね。そうですね。マークをつける必要があります。そう、これを、なんか、一致をして、収集ってことだよね。ああ、ないよ。丸太ないよ。みんな丸太ないよ。ちょっとストップ。そっか。これストップして、なんか、作業を一気に指示してから、やればよかったのね。全然あれだ。分かってない私は。これをさ、なんか自動化できるとね、私すごいこのゲーム好きになるよ。いや、まあ面白いんだけど、すでに。面白いというか、夢中になるというか、こういうの嫌いじゃないよ、私は。延々と街を作ってるよ。ずーっと作ってるよ。いいのか？それでいいのか？で、何か作るって私言ったね。そうなの。忘れちゃうの、すぐに。リソース。あ、これ。なんとかどう？金が必要。税金。じゃあまず金を手に入れないといけないんだよな。一パ。なんでこんなに廃棄されちゃったの？レンガ作れるようにならないとアップグレードできない。まあ、とりあえず、今は、そんなことよりも、木だ。木。宝そんなもんじゃねえんだ、私が欲しいのは。なんで、そこがクリックされるんだ。ほら。雪寒い。
このここら辺緑のところが多分いいとこなんだよね。ここら辺作るか。勝手にそう決めつけてるけど本当なのかわからない。多分緑の方がいいに決まってるよね。うん、上がってるってことだからね。そう、作業率ときには人足りてる。うん、住居がもうちょい欲しい。あー、もう全然気がないじゃん。気ないじゃん。みんな頑張れ。小さいの、小さいのも余さず取りましょう。あ、そうじゃない、違うのか。これそうっぽいよ。うん、ほら、なんかドゥルドゥルっとしてる、ドゥルドゥルっとしてる。何これよ、川なめしか。へえ。ふう。じゃあとりあえずこんなもんにしとこうかな。続けるかどうか私自身はプレイすると思うんですが、動画にするかどうかちょっとわからないけども、はい、もしかしたら続きがあるかもしれません。なんかね、なかなかにどうしてどう動画にしていいのかが多分わからないと思ったし、はい、というわけで本日はこの辺りにしたいと。ちょっと待ってねあの大きい木を見つけたんで、これはちょっと優先して収穫するんでちょっと待ってください。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。 BJ まゆでした。バイバイ。ちょうど新年5年目。